マルちゃん赤い狐と緑のたぬき。マルちゃん赤い狐、マルちゃん緑のたぬきは、東洋水産が、マルちゃんブランドで製造、販売している、和風カップ麺、カップ丼及びそば。正式な商品名はそれぞれ、マルちゃん赤い狐うどん、マルちゃん緑の狸天そばとなる。東洋水産を代表するうどんとそばの、和風カップ麺で、赤い狐は1978年。 昭和53年8月に、緑のたぬきは1980年8月に発売された。主観となる、この2つ以外にもいくつかのシリーズ商品、バリエーション展開が存在する。赤いきつねは醤油味の汁に、油揚げ麺、フライ麺と油揚げ、卵、かまぼこが入ったきつねうどんである。油揚げが、大盤サイズ、小盤サイズが各1枚ずつと、 計2枚が挿入されたデカ盛り、大盛りズもある。当初は赤い大狐の名称だった。緑の狸は醤油味の汁に油揚げ麺と天ぷら、かまぼこが入った天ぷらそばである。大番サイズの天ぷらと三陸産わかめが入ったデカ製もある。当初は緑の大狸の名称。両者共に標準サイズには七味唐辛子が添付される。赤いキツネは 各地の好みに合わせて、北海道向け、東日本向け、東北地方、関東地方、甲信越地方、東海地方、近畿地方向け、西日本向け、北陸地方、中国地方、四国地方、九州地方の4種が販売されている。出汁の素材が異なっており、東日本向けパッケージと西日本向けパッケージはそれぞれ側面部分の E、または W で、 区別できる。2001年、平成13年に、西日本向けから、近畿地方、関西向けが独立し、蓋に、関西の文字を強調したマークが入っている。2005年、平成17年に、東日本向けから、北海道向けが独立し、北海道限定赤い狐北の狐うどんとして、北海道民の味覚に合わせている。関西向け、 北海道向けともに蓋に書いてある地域名で区別ができる。緑のたぬきは東日本、西日本、関西、北海道の4種類が販売されている。赤いきつねうどん、緑のたぬき天そばは自動販売機では縦型カップ版で販売されている。2008年、平成20年8月に発売30周年を迎えた際、赤いきつねうどんには 小判サイズの油揚げを、緑のたぬき店そばには、小エビ店を、それぞれ在庫がなくなり次第販売終了として、追加点した。2009年、平成21年8月のリニューアル版より、うどん、そばともに、油揚げ麺の製法が、大幅に改良され、麺の食感、および、麺の喉越し感が向上している。コンビニでは2009年、 平成21年10月より、マルちゃん赤い狐うどんふっくらお揚げ2枚入り、銅緑のたぬき店そばかき揚げと小エビに入りが全国のコンビニ限定で発売されいる。希望小売価格は一般品と同じ170円である。二部分の狐、か抜きの文字が一般品では白抜きなのに対して金色になっており、ふっくらお揚げ2枚入り、かき揚げと小エビ店入りの文字が入っている。 全身にあたる商品は1975年昭和50年9月に発売された世界初のカップうどんマルちゃんのカップうどんキツネである東洋水産はだしの加工等も行う水産会社であり自社製だしを使った1972年12月には世界初の和風カップ麺として麺にそばを採用した日清食品カップヌードル1そばが 販売開始されていたものの、当時カップうどんを手掛けるメーカーは少なく、その物珍しさが話題となった。それに加え、海原千里、万里と、バンギを起用したテレビ CM の効果の影響で、当時としては爆発的なヒットを記録した。発売当初、東日本向けは丼型容器、西日本向けは縦型容器だった。社員からは、 油揚げなどの製法に関する特許や、容器に関する衣装登録を行っておいた方が、良いのでは、との意見が出されたというが、当時の東洋水産社長の森和夫は、その必要はないと、この意見を却下した。しかし、翌1976年、昭和51年に入ると、社員の器具は適中し、ライバル、日清食品の、どんべいきつねうどんをはじめとする類似品が多数、 登場する。このため、同社は、商品戦略の見直しを余儀なくされ、1978年、昭和53年8月にパッケージなどのリニューアルを行った。この際に付けられた名称が、赤い狐である。発売直前まで、黄色、ベージュの容器で、熱い狐という商品名が付けられる予定だったが、同年の山口桃江のヒット曲、プレイバックパートにお聞いた。 当時の社長が歌詞の中の真っ赤なルシェというフレーズに感じるところがあり、真っ赤なとは熱いイメージ。赤いことを貴重にすれば商品自体に強力なインパクトを与えることができるのではないかと考え、容器の色とともに急遽、熱いを赤いに変更するという権威があった。また、日清食品がドンベイのキャッチコピーとして熱いうどんを当時使っていたことから、 類似品としてクレームをつけられる恐れを考慮して商品名が変更されたのだとも言う。緑のタヌキの緑は赤の対象の色として付けられた。このリニューアル戦略については東急エージェンシーが企画立案を担当している。CM に起用するタレントとして東急エージェンシーは候補に歌手で俳優の武田鉄也と第一回ホリプロタレントスカウトキャラバンで優勝して、 芸能界デビューした、坂木原育英の二人を挙げ、最終的に武田が、映画、幸福の黄色いハンカチ、1977年、昭和52年制作、山田洋次監督の主役に抜擢されたことなどが、決め手となり、武田が選ばれたという。など。OEM 版として、日本生活協同組合連合会向け仕様である。 コープブランドの赤い狐と緑の狸が発売されている。マルちゃんのマークが CO アップが差し替えられている他は内容的にはオリジナルマルちゃん版にほぼ等しい。マルちゃん狐うどん天ぷらそばはマルちゃん赤い狐と緑の狸の廉価版として東洋水産が2008年平成20年1月15日より日本全国で 発売開始した和風カップ麺の名称である。低価格のカップ麺として発売されており、赤い狐と緑のタヌキに比較すると、麺と具の量が若干減らされているほか、卵やかまぼこなど、具材の一部が割愛されている。オープン価格となっており、100円ショップなどでの販売が可能となっている。2008年9月出荷分からは廉価版の狐うどん、天ぷらそばに、 ワーンのブランドが新たに付けられた。さらに2010年、平成22年1月にワーン肉うどんが新たに発売された。マルちゃん、ワーンきつねうどんは出汁の味が東日本向けと西日本向けでそれぞれ異なる。一方のマルちゃん、ワーン、天ぷらそばは全国共通で西日本向けの味が基本となっている。マルちゃん大人のこだわりシリーズは当初、 マルちゃん赤い狐と緑のタヌキのシニア向け版として、東洋水産が2011年、平成23年9月5日より、日本全国で発売開始したカップ麺シリーズ名称である。50から60代の高年層が普段気軽に食べられる、ちょっと良いものをコンセプトとした商品で、すべて減塩タイプのあっさりとしたスープ、だしが用いられているのがこのシリーズ大きな特徴と、 なっている。発売当初のラインアップは、華やかうどん、天ぷらうどんと、だし香るそばきつね蕎麦の二品。2012年、平成24年2月27日には、初のリニューアルが実施された。また、2012年9月3日には、その中華メンバーにあたる、大人のこだわり野菜がたっぷりシリーズが、追加、発売された。ラインアップは、 野菜がたっぷり醤油ラーメンと野菜がたっぷり味噌ラーンの二品。1990年、平成2年頃の CM には赤いキツネを探せ。という半ば頭の体操的なものが放送されていた。当時話題となったウォーリーを探せのパロディである。武田哲也が乗船客やサンタクロースの格好をした人々の中に隠れ。 なかなか簡単には見つかりにくいように作られていた。締めくくりの言葉は、お店で探せ。マルちゃん、赤い狐と緑の狸で、赤い狐と緑の狸の部分は、歌、見つかったかなのテロップを最後に流した。1994年、平成6年頃、国内ロケの第一弾として、中年楽器大賞、というミニドラマ形式の CM が放送されていた。 いつも赤い狐のルビを振った発表を着ている江戸っ子機室の主人が様々な騒動を織りなす。CM 内で流れた主題歌は船木和夫が歌っている。2007年平成19年7月前半は期間限定として劇場版最有機とコラボレーションを実施しており映画チケットなどが当たるキャンペーンを展開していた。その間は CM をそのバージョンに合わせたものを 放送しており、冒頭の部分で映画会社のキャッチそっくりの光をバックに金色に輝くマルちゃんのロゴ、下に東洋水産としてのロゴ東洋水産株式会社と出るパターンが使われた。一部の映像は劇場版最有機の一部シーンを引用している。また歌の部分を赤い狐で当てよう最有機と置き換えている。最後のテロップ部分には徹夜は出演していない。 武田が劇場版、最有気に出演していない胸を出している。tuu, 2,u とは、同商品のつゆの美味しさを伝えるため、CM の企画により結成された、アイドルユニットである。同商品が発売された1978年から、CM キャラクターを務める武田哲也、武田の主演ドラマ、三年 B 組、金八先生に、生徒役として出演したことのある、 ジャニーズ事務所所属のタレントで結成されている。なお、ユニット名は、つゆと、つゆをかけたもの。2007年8月20日から T.U.U. が登場する。CM の放送が開始され、このグループがつゆを飲んで元気を出し、アイドルとして成長していく姿を1年程度のシリーズとして描いていくと企画されたが、1年を過ぎた2008年9月15日から、CM 撮影会参加者を呼びかける。 新バージョンの CM が放送され、成長した TUU が大盛況のライブを行うという設定の CM 撮影会が11月10日に開催された。そしてその場で2008年11月17日にオリジナル曲、そばにいるよ、作詞、とソップ、作曲、編曲、中島康夫でモバイルデビューすることが発表され、検証バージョン、無料と、ジャニーズウェブバージョンの着歌と、 シャクータフルの3パターンの形で配信された。4人組の覆面ロックバンド、グリーンと緑の狸とのコラボレーションという CM で2011年10月から CM の放送を開始。CM のサウンドロボもメンバーの4人がすべては笑顔のためにと発している通常のスマイルズフォーオールの映像の音声を差し替えている。CM の内容は4人の武田鉄也、 他三人は合成映像が緑のジャージ、一人は革ジャンを着てダンスを踊るというもの。CM ソングのタイトルはグリーンと武田が歌う緑の武田。2013年8月19日からよりオンエアされた武田哲也プロデュースアイドルプロジェクト編として武田哲也がアイドルのプロデューサーとなり、作詞、作曲はヒャダインこと前、山田健一、振付は パパイヤ鈴木を起用した。9月16日から放送された CM で、メンバーとユニット名が発表され、ユニット名は赤丸ダッシュとなり、メンバーは大西奈優、玉木まり、北沢まり、よ、河村彩香の4人。全員をスカープロモーション所属。2014年10月22日に、日本コロンビアより、マキシシリーシングル、食べて、笑って、生きていく。で、 メジャーデビューを果たしたが惜しまれつつも2016年8月をもって CM キャラクターを降板した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。